2025年箱根駅伝順位予想。やばい。2025年ですもん、はい。来年の順位をですね、今日は、ヨッシーに予想してもらうということになっております。なるほど。それではですね、はい、いろんな人から嬉しいとか、こらーとか怒られるかもしれませんけれども、はい、今の時点ですから皆さん、ぜひエンタメ感覚で見てください。お願いします。ヨッシーの10位から6位までお願いします。はい、僕はこちらです。ドン。10位法政大学、はい、9位城西大学、はい、8位に東京国際大学、はい、7位に早稲田大学、6位に中央大学。なるほど。はい、こうなりました。いや、まず法政ですよね。はいはい、はい、これは分からないと。そうですね、まあ、今回もね、箱根はもう予想を覆す6位でしたよね、はい、とにかくやっぱ箱根にはねしっかり合わせてきますね、このチームは。で、まあ、松永君のね卒業はちょっと痛いんですけど、はい、まあ、経験者しっかり残りますし、あと小泉君とか三岡君、あと武田君あたりはね、もう今年さらにね伸びてくると思うんで、まあ熾烈なシード争いをね制するのは僕は法政になるんじゃないかなと思います。なるほど、はい。そして9位に城西にしました。城西今年3位ですよ。そうなんですよ、うん、ちょっとねやっぱ山本唯斗君と、まあ、野村君が抜けてしまうのは ね、ちょっとね痛いかなと思います、はい。まあ、でもね箱根の経験者はね9人残ってるんですよ。それすごいですよ、はい、うん。なので、まあ、しっかりねシード権は取ると思います。なるほどね、はい。で、まあ、キムタイ君もねまだまだ成長途上ですし、もう次はね区間賞もあるんじゃないかなと思ってます、で、あと斉藤君もねやっぱポテンシャル非常に高いんで、はい、まあ、次はね2区で区間賞争いもねできる選手だと思ってます、はい。なるほど。そして8位にね東国にしました。あ、今年はね3秒の差で。そうなんですよ。まさかの予選会敗退でしたけど、まあ、でもその後ね直後の全日本ではね、しっかりシード取ってるんですよね、もうねエース区間の2区ではね僕はリチャード・エティーレがね、はい、もう2時間5分台で走ると思うんですよ。いや、すごい記録出そうな気がします、4年生世代の日本人ランナーも非常に層が厚いので、あと小林トリオもいますし、もう次はね僕シード圏内しっかり来ると思います。なるほど、はい、そして7位に早稲田ですね、はい。まあ、今回の箱根はねちょっと苦しんだ区間もあったんですけど、はい、まあ、しっかりシードを取りましたよね、やっぱ工藤くんの5区が非常にいい走りしましたんで、次は伊藤くんを平地に回せるのはすごい大きいと思います。確かに確かに、はい、ただちょっと6区でね苦戦してしまったんで、ここがやっぱ課題になってきますね。なるほどね、あと安定感抜群だった石塚くんがね、ちょっとね駅伝苦しんでるんですよ、はいはい。まあ、そこもちょっと気になってます。いや、立て直しあると思いますよ。だと思うんですけどね、なのでまあちょっとね次回もまあ7位ぐらいに来るのかなと、なるほど、はい、思ってます。やっぱ山の探偵は楽しみです。楽しみですね、そして6位に中央大にしました。おい、はい、ちょっと今回ね体調不良者がもう続出してしまってね、ある意味ねちょっと辛かったですね、もうまさかのシード落ちになってしまったんですけど、予選会からになるんですけど、まあ、しっかりね僕はシード取れると思いますこのチームは、けどねやっぱり吉井大和くんとか中野くんとか、湯浅くんが抜けた穴は大きいんで、大きい、まあ6位ぐらいなのかなと思ってます。なるほど、はい。まあ、しゅんちゃんがね、ものすごく良かったから。そうなんですよ、ね、もうしっかりね1区じゃなくても走れるとこ見せましたね。わかりました、はい。10位から6位どうちゃん見てどう思いました？ねえ、ガラリやっぱ変わってきますよね、まあ、今年とは全然違いますもんね、確かに、やっぱそれだけやっぱ4年生が結構効いてるチームあるんでしょうね、そこは卒業したら大きく変わるっていうことは、ちょっとやっぱ城西とか特にね、確かに、それでは5位から1位お願いします、はい。こうなりました。ドン。5位に創価大学、い、4位國學院大学、3位に駒澤大学、い、2位に東洋大学、1位に青学です。なるほど、はい、こうなりました。いやいや、まずね5位の創価なんですけど、はい、去年はね戦力ちょっと厳しいと僕思ってたんですけど、はい、まあ、次々とね選手が成長していって、結局ね出雲2位、そして全日本と箱根しっかりねシード取りましたね、はい。次もね山登り下り両方強いですし、絶対強いよ、でリーキー君とムチーニ君というね2人ね留学生がいるってのもでかいですよね。確かに、まあ、どっちかが怪我したりとかしても出れますから、間違いないですね、はい。なんでまあ上位争いできるんじゃないかなと思います、そして4位に國學院ですね、はいはい。まあ、今年はねちょっと1区と5区でちょっと誤算でしたよね、はい、確かに確かに。それでもやっぱ総合5位に入りましたんで、まあ、やっぱり強いなと思いましたね、間違いないですね。そして次はね平林くんと山本歩夢くんのねラストイヤーですから。そうですよ、はい。そして3年生世代もね層がすごく厚いんで、優勝争いに割って入ってくるとは思うんですけど、
ずやっぱ5区のね上りが不安があるということで、なるほどね、まあ4位にしましたね。今のところちなみに5区は誰と思いますか？僕は高山くんとかね、佐藤海星くんとかでいいんじゃないかなと思ってます。なるほどね、はい、どっちもやっぱロード強いんで、うん、はいはい、わかりました、はい、うん、そして3位に駒沢ですね。3位なんだ、はい、なんか新鮮ですね、逆にそうですね、3位の予想とかを久しぶり聞くんで、うん、ちょっと怒られるかもしれませんけど、はいはいはい、まあ、でも全日本は僕勝つと思うんですよ。なるほどね、はい、やっぱ駒沢強いんで、うん、ただ箱根はねやっぱりこの最強世代がごっそり抜けるんで、はい、ちょっと厳しいのかなと思ってます。あ、なるほど、はい、とは言ってもね、やっぱ大学トップの篠原くんとか圭太くんがいますし、うん、山も強いですから、うん、もちろんね優勝争いには割ってくるとは思うんですけど、うん、まあ、今のところは3位ぐらいかなと思ってます。なるほど、ね、はい、そして2位に東洋にしました。ここ2位にね東洋予想してるのも久しぶりに見ました。うそうですね、ほんと久しぶりです。3位にしてでもわーちょっと高くつけてるんじゃないのって言われてましたからね、うん、はい、2位ですよ。2位なんですよ、うん、まあ、今年の箱根もね本当に厳しいと思ってたんですけど、うん、もうまさかの4位っていうね。いや、素晴らしかったですね。素晴らしい走りでした、うん、やっぱりね箱根にはしっかりね合わせてくるんだなと思ってね、はい、びっくりしました、うんうん、そしてね今回構想した選手はね、うん、全員残るんですよね。あ、確かに確かに、はい、うんうん、そして新入生もねめちゃくちゃいいんで、うん、もう即戦力入ってきますんで、うん、もう2位に来ても僕はね全然おかしくないんじゃないかなと思ってます。なるほど。そして1位はもう青学ですね。やっぱしですか。はい、うん、ただ青学もね今年の箱根はちょっと厳しいと言われてた世代なんですよ。そうですね、はい、うん、なのにまさかの大会新で優勝しましたね。すごかった。そして4年生はね3人しか出場してなかったんで、うん、もう7人残るんですよね今回のメンバーは。考えたらすごいな。はい、しかもね大事な往路そして山の上りも下りも残りますから、うん、まあ、正直ねちょっと現状を考えるともう青学優勝になりますね。なるほど、はい、うん、そして新入生もね過去最強メンバー来ますし。確かに、はい、あの方来ますからね。あの方来ますから、うん、なので、まあ、出雲全日本はちょっと分かりませんけど、はいはいはい、箱根はちょっと今のところ一強かなと思ってますね。なるほど、はい、うわやっぱりそうなるんですね。ちょっと強すぎますよ、うんうんうん、そう、新入生ちょっとだけ話聞きたいんですけど、はい、やっぱり折田君すごい。そうですね、本当に即戦力というかね、うん、まず青学に入って、うん、入った瞬間青学 の 5000m の記録保持者になりますから。あ、そっか、はい、で泉中央の飯田くんも来ますし、うんうん、来るのかな、まだ発表はされてないかもしれませんけど、うん、されたかな、来るという噂ですね。噂、はい、もうすぐ発表されると思いますけどです、ね、うん、もうすごいメンバー来ますから。後輩も来るでしょ。そうなんですよ、佐藤愛斗くんも ね、はい、これは楽しみですけども。楽しみ。ちなみに1年生が割って入れるんですか？その何人残るんでしょう。そうなんですよ、そこにね入ってこれるから、そこら辺のまあ言ったらライバルの競争でまた強くなるんでしょうね。うん、そう思います。わ、うん、かりました、はい、ではですね、すごく聞きにくいんですけどこのシードを落としてしまうかもしれない、はい、まあ、うん、シード落とすじゃないね、シード争いをして、うん、もしくは11位12位になるという2チームも予想してほしいんですよ。なるほど、2チーム、はい、はい、12位まで予想してもらいたいです。わかりました、ちょっとおこがましいんですけどお願いします。はい、じゃあ11位まず、はい、東海大学。ああ、したいと思います。なるほど、はい、まあ、今回の箱根はですね、うん、結構4年生はちょっと苦しんだんですよ、うんうん、それでも11位という結果だったんで、うんうんうん、まあ、悪くはないですよね。確かに、はい、ちょっとシードは取れなかったの悔しいと思うんですけど、うん、で往路のね1区から4区は残りますし、うん、あと6区のね梶谷区もすごい良かったんで、うん、はいはい、次はねシード取っても全然おかしくないと思います、うんうん、はい、問題はやっぱ5区ですよね、はい、ここがもう勝負の分かれ目になると思います。なるほど、はい、そして12位が大東大。大東大、はい、まあ、4年生の主力が結構抜けるんですよね、うんうんうん、そこはちょっとまず痛いところ。なるほど、はい、あとワンジル選手がちょっと箱根は計算に入れにくいっていうところですよね、うん、なるほど、はい、ただまあシード争いはすると思いますし。ですよね、はい、仙台育英の大浜君も来るんで、うんうん、楽しみなチームではあります。なるほど、はい、僕ね個人的に応援してる順天堂とか、うん、帝京とか明治とかは聞かないんですけど、はい、もちろんシード争いありますよね。もう僕はね13位14位15位も一応書いてるんですけど、うん、そこにやっぱ帝京明治順天堂がですよね、はい、入ってきます。6つどもえ7つもどもえみたいな感じでしょ。もう本当に戦国シード争いみたいな。そうですね、感じになるんでしょうかね。もう上位争いもそうですけど、うん、シード争いも本当戦国ですね。ですね、はい、で今年のね2024年の箱根駅伝、うん、まあ言ってみたらその大会前のポスターといえば、うん、なんてなんですよ、芽吹くんがポスターになってたイメージだったんですよ、はい、で去年は、まあ、イメージ的にですけど、うん、もう田沢くんがポスターになってた、はいはいはい、2025年のポスター誰が真ん中にいると思います？来ましたね、はい、まあ、僕はやっぱりね青学が1位って今言ってるんで、はい、まあ、やっぱ太田くんになりますかね。あ、なるほどね、はい、あの凄まじい走りをした太田くんじゃないですか、うん、
要するに、まあ、ポスターというのもあの雑誌の表紙を飾る選手ですよね。そうですね、予想の今回雑誌も太田くんがいっぱい表紙飾ってましたから。ああそうかですよね、わ、はい、かりました、うん、まあちょっとね MVP に近いようなことですよね、その表紙っていうのは。 そうですね、うん、そこまで予想してもらいましたけども、はい、まだまだね予想はどんどん変わると思います、うん、ぜひ皆さん温かい目で、そして、本当にエンタメ感覚でぜひ皆さんの意見といいますか皆さんの順位予想もね、コメント欄に書いてほしいなと思っておりますので、よろしくお願いします。本日は、2025年箱根駅伝順位予想予想編でした。どうもありがとうございました。